パレード、エルちゃんとチビエルです。どうも。パパ。どうですか、チビエル。今日はですね、デコトラをね、見に来たんだよ。デコトラ？確かにね、後ろにもすごいいっぱいいるよね。あ、すごい、パコだ。たまんないね、このパコがね。腰が落ちちゃうよ。ダメでしょ？声が入ってないな。はい、じゃあね、今から何、これデコトラ見に行くの？うん。でさ、パパさんすごい光ってるけどさ、もうちょっとあの電飾に関して勉強した方がいいと思うから見ていこうよ。そうだね。なんか僕もちょっと気になった人がいいんだよね。あのあっちの方見える？そうそこにさ、デコチャリ、デコトラじゃなくてデコチャリって言っても、僕パパもさデコチャリ持ってるけど、なんか違う種類のデコチャリなんだよね。うん、じゃあちょっとそっち行ってみようか。どうかな。じゃあ飛ぶよ、せーの、そいや、はい、どうも、よいしょい、着いたね、チビエル。この電飾のチャリを持ってるお兄ちゃんの登場です。たくま丸9号で、たくま丸9号さん、たくま丸デコチャリって言うんだよね、お兄ちゃん。ついてるのかな、配線がおかしいのか。でもね、僕もあのデコチャリ持ってるけど、配線たまにおかしくなんだよね。そういう時ってテンパるんだよね。たくままるちゃん今テンパってるよ。あ、でも、あ、着いた、一瞬着いた、着いた。こっち、遠くから来たんだよ、つけてあげて。あ、着いた着いた、いやー、着いた。よしよし。はぁ、何これ、じゃんけんもできるぞ。最初はグー、じゃんけん、負けた PNPA。 これを作るのにどのぐらいかかったんですか？わー、すごい、2年もかかってる。10歳の時から作ったの？はい。小5の時から？はい。あー、なんでも、うん、そこら辺のパーツをまだつけられてる。サイドバンパーとか、はい、いろいろつけると完全武装になんだね。はい。今日はどうやって来たんですか？お父さんトラックに乗って出てもらいました。トラックに乗って、はい。たくままるさん緊張してる？はい、大丈夫だよ、はい。インスタ、TikTok もやってんだって、みんなフォローしてね。はい、お願いします。はい、ここ握手しよう。ありがとう、お願いします。じゃあ次はね、なんか僕はテレビで見たことあるんだけど、このデコチャリ見て、これヤマト丸っていいのかな。あ、え、誰だ。え、あ、どうも、こんにちは。あ、オーナーさんなの？あ、オーナーです。あの、かっこいい。あ、近いっすね、ちょっと。あ、ちょっと恥ずかしがり、はい、あ、どうも、はい、かっこいいな、お兄さん。お兄さんもかっこいいっすね。なんかちょっと電車がついちゃって、これすごいっすね、これ。パパはちょっとヤバい人なんだよ。あ、ちょ、ヤバい、ヤバい人。ヤバい丸なんだよ。あ、ヤバい丸なんですか。アイさんは、はいはい、これを作った人なんですよね。はい、あ、そうです、そうです。なんか普通のかっこいいお兄さんだよね。いや、アイさんはちなみに、はいはい、今差し障りなかったおいくつの人なのかな。今高3なんで18ですね。18。そしてこれどのぐらいかかって作ってるんですか。今は20万いったかいかないかないです。20万円。20万円。ここまではもう3年、まるまる3年かかって。3年で作れるの、はい、こんな超大作を、はい。びっくり驚き、桃の木、山椒の木、よいしょ、ブリキリ、鉄火の切り、洗濯機、やってこいこい、ヤマト丸。ヤマト丸でございます。
も乗せてもらってもいいかな、そこのシートに。ああ、いいっすよ、いいっすよ。いい、はい、やったー。僕は風になるんだ。そして電飾を光らせて一体化するんだ、そーれ。すごいですね。これで今日はどうやって来たんですか？今日は軽トラついてきました。軽トラに、はい、なんかお仕事をなんかされてるんですか？もう学生、学生です。学生で、ね、トラックに住んで。俺高3、高3なんです。いや、いや、高3です。高3になっちゃって、本当に、はい、いや、いや、本当に高3です。はい、貫禄があるんだよね、やっぱ。この間まで高2だったってこと？ああ、そうですね。なんとか今年高3なんだって。3年生に生まれたんで。やばいね。みんな下総高校に多分デコトラブっていうのがあると思うよ。ないよ、ないよ。え、ないの？ないよ。え、じゃないの？ない、ないよ、ないよ。テーペロ。この足元、これさ、溶接してこれをやんないと、この総重量を支えることが多分できないんだよ。ね、すごいでしょ、これ。これ溶接してるよ、これ。バッテリー入れるとこみたいなことも見せるな。じゃあ後ろもちょっと見てみようかな、後ろも。いいなこれな。キラキラシールいいな、こういうのね、つけたいよね。これ、これ、あ、これ、はい、あ、ほんまもんだな。10、それはどういう意味なんだろうな。はい、ちょっとお兄ちゃんに聞きたい。ワイさん、はい、さん、すいません、この千葉け800、うん、あの80の10って、これは何か意味があるんですか？いやー、まあ、どうなんですか。あー、すごい。こういうおしゃれなことすんだよな。センスあるよね。じゃあ、すいません、後編でちょっと、ちょっと退場しなくちゃならないので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やっぱ重いんだね。ちょっと撮影の許可が取れるかどうかわかんないからさ、ノリでおいでって言われたとこに行こうかなと思うんだよ。あ、どっちが進行してんだ。あのさ、撮影の許可が下りたらさ、デコトラも撮りたいよね。お願いしたいよね。いや、すごいよね、こっち。かっこいいよね。ちょっと行ってみようか。うん、あ、こちらかな？こちらの方はどちらかな？あ、逃げた。お兄さん、逃げちゃったよ。本気で逃げてるよ。僕も運転したいな、こうやってここで。うーん、うーんってね。うーん、運転したよね。まだ2歳だから無理か。よし、パパ、次行こうか。行こうか、じゃあ次ね。どんだけ恥ずかしがり屋なの。どうも。お名前は？お名前何？もうなんか吉
修理してくれないかな。いい子にしてる。パンダかわいいね。パンダも、ね、名前なんていうのパンダ。ほら、ほら、カット。見てわ。よしよしして。あ、嬉しい、嬉しい。まーちゃんこっち向いて。まーちゃんこっちね。いや、いいよ。ありがとうございます。まーちゃんこれね。まーちゃんこれもらってちょうだい。眩しい？眩しい？うわ！すごいね。最高だな。みんなと遊びに来たんじゃない？デコトラを見たんだけど。どこにデコトラいる？あそこ。行っていいか？あ、なんだあれ？あ、すごいのがいる。行っていいかな？行ればな。許可が下りればな。あ、なんだこれは。刀持ってる。すごい。僕の可愛くなってる刀が。なれるねこれね。開くのかな。よいしょ。開かないよ。よし。ちょっと上見てみようか。上から。あら。あーすごい。これは本当に。子供が乗れるんだこれ。え、モニターもついてる。どなたのかな。そう、炭治郎の刀持ってんだよパパはね。ちょっと乗らせてもらおうかな一瞬。乗るから。ブー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 。すごいね。あよ。暗なってきたな。今からだよねデコトラ光り出すの。うん、ほらほら後ろ見て、カメラさんほらカメラ撮って。ほらすごいな。どん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 デコトラが来るよね。でさ、ここが招待された人が来るんだって。ここに遊んだの。でさ、あっちが一般の人なんだけど、一般の人の中に見て、めちゃくちゃ光ってるとこがある。あそこ行ってみようよ。キーン。すげー行くな。おさっきさ、あっちのさ、会場にいたトラックはさ、すごかったから、こっちもこっちでさ、一般のとこにいるのにさ、なんだこのすごいクオリティは。すごいね、パパすごいね。ほら、あのちょっとオーナーの人がいるみたいだから出てもらおうよ。うん、井上と言います。井上さん、よろしくお願いします。みんなこれ、ここにあるトラックは、はい、お友達のやつなんですか？そうです。うわー、いい仲間いるんですね。純龍丸。純龍丸。お兄さん、アツシっていうの？いえ、僕の方はその次の方の龍の辰政という。辰政さんね。はい、
あ、じゃあこのジュンは誰？ジュンっていうのは僕の嫁の名前ですね。奥さんが？はい、ジュン子って名前なのね。おお、ジュン子？はい、僕とパパ乗せてもらってもいいですか？え、やっぱ運転席いいんですか？やったー、最高だ。これは夢じゃない。よし、はい、よろしくお願いします。デコトラ拝見させていただきます。こちら、こう、この生地は、まあ、サテン地って言うんですかね。これはですね、はい、花籠って言います。花籠？はい、花籠の色はワインです。あ、これ下の方ですか？下の方は、これチンチラの赤です。チンチラの赤、はい、やっぱりデコトラって内装これだよね。ですね、まあ、僕は2色使いしてますけど。普通はどういった感じなんですか？普通はどちらかに統一してるんですけど、うん、僕の場合は昔いた今から30年、35年前のトラックを2色使ってるトラックが多かったんで、うん、でコンセプトはやっぱ80年代目指してるんで2色使ってます、うん。これは何ですか、このボタンは？このボタンは、うん、シガーソケットのボタンなんですけども、はい、左から覚醒器、うん、でもう一つが、充電器、うん、でこっちが、100V のインバーター、でもう一個の方も充電器 で、はい、でこっちはバックミュージックのオンオフの切り替えです。最高。これは夢のような内装だね、パパ。これいろいろスピードね、メーターもあって、あ、ほら、これカーナビになるのかな。カーナビもあるよ、これテレビもモニターもついてて。それもカーナビです。あ、カーナビですね。ほら、浅間大社の交通安全もあって、あら、これだよね、やっぱり無線。これホマモンですか？覚醒器と電飾のスイッチボックス2つくっつけて無線機風にします。
デコトラ見てこれ。砂煙が目に染みるぜ。ねパパ。いやすごかったね。デコトラ。パパも知らなかったよ全然。パパさ5ボルトで動いてるけど、こっちはもう24ボルトのすごい光なんだよ。なんかやっぱりさ早い時間から来てさ、やっぱ撮った方がいろんな車見れるよね。そうだね。乗り物集まれ、いろんな車、どんどんどん働く車で、で最後までちょっと見届けて帰りたいと思うよ。なんで？それは最後まで見届けたらさ、一番最後目立てるでしょ。そうだね。うん。全部デコトラがいなくなったらこっちの勝ちだね。よし、最後はパパッとシビエルで最後締めちゃおうよ。バックリバックリ光ってさ。よし、行っちゃおう。じゃあ最後の映像行ってみよう。